有志比の木星号木星号墜落事故は1952年4月9日に日本航空のマーチン2の0の2型機が伊豆大島に墜落した航空事故である。301便に使用されたマーチン2から0から2型機には木星号という愛称が付けられていた。事故機を運航していたのは日本航空であったが当時の日本は太平洋戦争の敗戦による 企占領中で日本人による自主的航空運営が認められていなかったため営業面のみを担当し航空機の整備と運用はノースウェスト、オリエント航空に運航を委託していた。そのため機長と副操縦士ら運航乗務員はアメリカ人であった。また航空管制官も全てアメリカ人だった。客室乗務員は日本人であった。 1952年4月9日、大阪を経由し、福岡に向かう予定の木星号は、羽田飛行場を日本航空301便として午前7時42分に離陸した。アメリカ当局が日本政府に提出した更新記録によれば、羽田飛行場の管制官は、ジョンソン基地にある航空管制センターの指示に基づいて、 アメリカ軍機が10機飛行していたことから、大阪までの飛行高度は6000フィート。羽田から立山上空まで2000フィートを軽機飛行。立山南方10分間飛行高度を2000フィートにて保持、ついで6000フィートに上昇との指示を出発前に与えていた。この指示に対し機長と運行主任は、立山から大島まで約7分の距離である上、 規定高度も4000フィートであると抗議した。これは、航空路に標高2474フィートの三原山があり、2000フィートでは三原山を越せないのは確実であった。そのため、航空管制官は、航空管制センターの指示は誤りであるとして、縦山ではなく羽田出発後10分間は、高度2000フィートを維持、その後6000フィートと訂正した。 午前7時57分に、木星号から、立山通過、高度6000フィートで、雲中飛行、8時7分大島上空予定と報告した。だが、直後の午前7時59分ごろ、伊豆大島上空で消息を絶った。当時は、暴風と濃むという気象だった。直ちに大規模な捜索が行われたが、翌10日の8時25分に捜索活動を行っていた。 同僚機の天、大星号によって、伊豆大島の三原山噴火口の東側1キロメートルの五人化茶屋付近の山腹に墜落しているのが発見され、乗客、乗務員37名全員死亡が確認された。遺体は10日の10時50分時点で27体が収容され、同日の夕方には33体の収容が完了した。木星号の残骸当時はまだ、 フライトレコーダーやボイスレコーダーが装備されていなかった上、当時の航空管制や自己操作は連合国軍の統制下にあったため、墜落事件の詳細は今もって不明な点が多い。調査の結果、気象やエンジンなどの機体については、問題はなく、後日の航空管制誘導の誤りか操縦者の何らかの過失による墜落との推定がされている。また、 当初は乱気流によって機体が降下した可能性や空中分解した可能性も指摘された。航空管制密接によれば、前日の縦山上空を6000フィートで飛行の通信であるが、これは航空管制センターが文書で提供した数値であり、政府事故調査会が入手した航空管制センターの通信を同時モニターしていた東京モニターによる通信記録によれば、 縦山上空2000フィート、景気飛行、縦山南方10分間飛行高度2000フィートを保持し、ついで上昇するとなっていた。そのため航空管制センターは、羽田飛行場の管制官が、高度の訂正を行った経緯を知らずに、2000フィートを指示した可能性もあるが、更新テープのオリジナルを日本政府に提供しなかったため真相は明らかではない。 立山から大島への航空機の誘導は、伊豆大島南側の先地にある、大島航空標識の無線標識が行っていた。そのため、政府事故調査会の報告書の記述では、操縦者が広報上何らかの錯誤を起こし、指示された高度2000フィートで飛行したものの、何らかの理由で幅16キロメートルの航空路の中心線を北側に逸脱し、 時速200マイルで水平飛行中の機体が、三原山に接触し墜落したとされた。当時、旅客機は他の公共交通に比べ運賃が非常に高く、乗客も社会的地位が高い人物ばかりであった。か弁師、漫談家の大辻志郎や八幡製鉄社長の三木隆史などの著名人を含め、日本自由党の元衆議院議員であった森直司。 日立製作所の取締役や石川島重工の役員、ハワイのホテル支配人、炭鉱手、国家公務員などが犠牲となった。高段市の5代目、一流斎定城も、大辻と同じ仕事のため飛行機で向かう予定であったが、東京での仕事があって出発が1日遅れとなった、ことから難を逃れた。また、ロイヤル社長の江頭京一も、 東京での仕事が長引いて出発が1日遅れたことで事故に巻き込まれることを免れた。事故の慰霊碑は事故現場に近い三原山浦砂漠川バス停すぐの山上にある。また現場には大島町によって設置された説明看板がある。消息を経ってから墜落地点が見つかるまでは警察やマスコミは情報をほとんど得られず多くの未確認情報が錯綜し、 マイサカ沖海上に不時着、アメリカ軍機が生存者を発見、乗客全員無事などの誤報が次々に撃たれた。朝日新聞は、木星号は海上に不時着し、乗員乗客全員が救助されたと当日の新聞で、報じたが、翌10日の新聞では登場者の生存は絶望的とした。特に、長崎県の地方紙長崎民誘新聞は、事故の翌日の紙面で、 危うく助かった、大辻志郎氏という写真付きの記事を掲載。漫談材料が増えたよかえって張り切る大辻志郎氏という見出しで、大辻の談話を載せた。これは、上記の乗客全員無事というニュースを知った大辻のマネージャーが、同新聞に連絡する際に気を利かせすぎて鉄造した話だった。なお大辻は、 長崎民友新聞が開催する長崎平和復興博覧会の会場内の劇場で漫談を披露する予定だった。ありがとうございます。